はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の地理東北地方丸三をお送りします。でこれでね、東北地方も3本目で、前回に引き続き都道府県を2つ取り上げていきます。で今回は穴埋めが全部で8問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。でちょっと確認してもらって、分かんないのがあれば今からね、全部説明しながら穴埋めやっていくんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、 C の都道府県からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で前回まずここからね、スタートして福島やりました。で宮城と来て、こういう順番できます。一応ね、こうやろうと思っているので、順番としてはね、こうですね。で今回まずこの C の都道府県、名前からいきましょう。 C は岩手県ですね。岩手県で、岩手県にはこれね、東北地方丸1の時にやりましたけど、ホニャララ高地ってのがあります。でこれが北に上で、北上高地です。で場所はね、岩手県の右の方、この辺です。この辺に北上高地があります。でもう一個有名な地名があって、三陸海岸ですね。で三陸海岸はここです。この辺で、この三陸海岸の中の南部、三陸海岸の中の南部なんで、南の方、ここですね、は海岸線が複雑なホニャララ海岸として有名です。でこれ何海岸かっていうと、違うとこでもねやりましたが、リアス海岸です。で教科書とかによってはリアス式ってね、式が入るとこもあると思います。で自分はね、中学の時リアス式海岸で習ってるんですけど、今使ってる教科書がね、俺リアス海岸なので、ちょっとこっちに合わせます。でさっきも言ったように、他のとこでも出てきました、リアス海岸は。なんですが、個人的な意見としては一番有名かもしれない、テストでよく狙われる岩手県のこのリアス海岸 ね覚えておきましょう。でもう一つ寺ですね。ホニャララ寺のある平泉って呼びます。これ平泉は世界遺産に登録されていると。でまずお寺の名前が中尊寺って言います。で本当は中尊寺金色堂まで覚えておくといいと思います。今回ちょっと問題にはしなかったけど、中尊寺金色堂、これがすごく有名です。で平泉、場所はね、南の方でこの辺にあるんですけど、平泉にはその中尊寺金色堂とか他のものも含めて、全部を含めて世界遺産に登録されてます。いいかな。まずこれが岩手県です。でそこから北上して北に上がります。東北地方の中で一番北ですね、ここで。まず都道府県の名前が青森県です。青森県ね。で青森県は2つの半島があります。どこかっていうと、ここあのね、ふにょってなってるでしょ、左側のこう飛び出てる部分と右側のこの飛び出てる部分、これが2つの半島です。で左から、これ順番どっちでもいいですけど、左から津軽半島って言います。こっち側、これが津軽半島です。で右側です。右側は下に北で下北半島と言います。これが右側、下北半島ね、ぜひ名前覚えておきましょう。で青森って言われればリンゴですね。リンゴの生産が盛んです。ニンニクがね、確か日本一なんですよ、ニンニクが。なんですけど、テストとかで、よく見るのはこっちですね。青森といったらリンゴとつなげておくといいです。でまたさっきね、津軽っていう言葉がありましたけど、津軽塗りってのがあるんです。でこの津軽塗りっていうのはホニャララ品に指定されてると。でこれ前ね出てきましたが、東北はねこれがよく出てくるよっていうのも言いましたけど、伝統的工芸品です。これが津軽に噛んだね、津軽塗りはこれに指定されております。いいかな。では今回は社会の地理東北地方丸3をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。
で、次回、あと2つだね。ここが残ってますので、まあ、引き続き撮りますので、まだそっちの方も見てみてください。では、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。